今日なめんなよ原宿見に来た人手挙げて。いいですね。それでは行きましょう。あの80年代を一世を風靡したなめ猫が帰ってきた。今は空前の猫ブーム、なめ猫の公式アイドル、なめんなよ原宿、どうぞ。未来を頼りついて見せるから、乳首で噛ませで痒めつかめ。
南下市の皆さん、こんにちは。こんにちは。なめんなよ公式アイドル、なめんなよです。自己紹介します。はい、なめんなよのニコニコさんとニコリンことセイラニコです。はい、なめんなよの癒しさんとゆっぽこと山内由美です。はい、なめんなよの灼熱太陽さんとゆうきちこと秋元ゆうきです。はい、なめんなよの天使さんとふちこと朝ゆうかです。マミこと相川まみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私たちなめんなよ原宿は、あの1980年代を一世風靡したなめんなこの公式アイドルです。私たちグループは日頃のなめんなよと思うことを日々ね、伝えていくユニットになっております。皆さん、なめんなよ原宿を知って帰ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして最初に来た時にみんなにボール投げたと思うんですけど、ボールにはサインとちょっとしたメッセージが書いてあるので、よかったら記念に持って帰ってください。はい、7月3日になめんなよ原宿サードシングル、ココナッツのアンサンブルが発売します。にゃんにゃんタイプとゴロニャーゴタイプがあるので、皆さんよかったら物販で買いに来てください。はい、そして5月4日金曜日に私たちのワンマンライブが開催されます。六本木、場所は六本木バリットで15時45分からです。ワンコインなので、ぜひぜひ皆さん来てください。待ってます。はい、そして私たち SNS をやっています。Twitter でなめんなよ原宿と、調べていただければ、あの個人の Twitter に飛ぶことができるので、ぜひ SNS チェックしてみてください。はい、そして皆さん写真を撮ってくれていると思うんですが、その写真を SNS でハッシュタグなめんなよ原宿ってつぶやいてください。お願いします。たくさんお願いします。お願いします。みんなでね、いいねしに行くので、よかったらたくさんしてください。なめんなよはひらがな、原宿は漢字となっております。なめんなよ原宿的に皆さん調べてフォローしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは次の曲に行きたいと思います。それでは聴いてください。叫んだよ。ばかりいらないよ、個性。
ここに来たら一からっぽで宿題もない手出しで全部忘れちゃおう。沈みかける太陽も睨みつけるぞ白白い強さだ。罰ゲームかき割り行き、それやばくね。夏が終わらない、ここ夏の夜さらに、これやっちゃって、はい、やっちゃって、まだまだ。